はい、おはようございます。今日は9月の7日の朝の保護猫です。まあ朝からねちょっとね熱く語ろうかなと思ってね、また何や言うたら、まあ僕ねぶっちゃけね選挙はね行かないんですよ。なんでや言うたらねええと思う人いてないから。まあそれでね、知り合いからも怒られることはやんけどね、そんな選挙行けへんのに、ね、そんな政治のこととか語るなとかね、言われるんやけどね。いや、いてへんのにね、行っても、しゃあないと思うぞ。しゃあない言うか、その言い方は変やけどね、根本的にね、考えてることがちゃうんですよね。まあ、あの人たちは、本当にお金も欲しさにやってると思うんですよ。まあ言うたら猫で例えたブリーダー、金儲けのために政治家になるというけど、ポンさんもね保護活動やってはる人なんかだよう分かってもらえると思うんだけど、全部実費でやってはる人が多いんですよね。まあほんまに言うて、まあそれでね、なんで最近そのこのことについてねちょっと熱く語ろうかな思ったのはね、ちょっとYouTuber のね、で面白いね、行政書士だったかな、なんかやってはる人でね、まあその人もね、殺処分ゼロっていうことをね、歌ってはってね、これで、一番有名なのがセンチュリーのね、堺市でね、200円ね、払えへん事件、まあ有名な、多分見た人、洋さんいてると思いますわ、その動画からね、僕も見出してね、まあいろいろね、ここからの大阪の実態、維新いうもんはどういうもんかとかね、なんか改めてね、分かったようなね、その人のおかげでね、これ昨日も動画見とったら、ね、僕らなんかやったら全部実費ですんのにね、どこやったかな、協定上のなんかやったかな、僕もそういうの、ちょっと詳しく覚えられんタイプやねんけど、そこで、ジュースなんかでも勝手に出てくるようなね、こととかなんか言うて、お茶組の人おるのにとかなんか言うてましたわ。まあ見てもうたらわかると思うんやけどね、ぶっちゃけ名前言います。高平さんのやってることは僕、素晴らしい人やなと思うんですよ。なんでや言うたらね、その維新の政治家、見てもうたらわかると思うんやけどね、あの人は、政務活動費で車をね、なんか嫁さんに与えてるいう記事から僕も、見とってね、記事からじゃなくてね、記事見とってね、まあそんなんでも政治家はなんでその給料もうた上になんでそんな車代とか出るんやとかね、全て思うんですよ。僕ら給料の中で全部やってるからね、サラリーマンいうのは。なんで政治家でそんなジュースとかタダになったりね、そういうええことずくめやねんと。まあだから保護活動をして、まあ高平さんいう人は何回かと落ちてはる人らしくね、立候補して、ね、だけどねこの人自分YouTube、僕と一緒ですわ、 YouTube の広告収入で全部生計を立ててんちゃうかなと思うとこあるけどね、何かしてはるかもわからんけどね、高谷さんのことまだ詳しくはわからんね、知らんねんけど、だけどそのやってることは素晴らしいことをやってはるなと、全部実費で、これで YouTube の広告収入だけでね、ああいうね、ほんまちっちゃいことかもわからないですよ。その200円、たった堺市にやから止めて、センチュリーの人ながらだから止めて200円払わない。けど200円、何も、何でした、給料もね、国民の税金から給料もらわない。200円なりでもね、言うたら、ね、無駄をなくしたというかね。これ今回がで、政務活動費でね、なんか NBOX の件で言うてましたよ。それかでね、嫁さんに乗せてて、そこをいろいろね、その議員にね、追及しても逃げてるという、あの人も言うてたね、万引きして、ね、ある議員は返して、ね、それでええんやろみたいな感じで終わらしてる、これってどうやいうことですよね、泥棒しといて、あの人の言うように、それで辞めてる議員もおるけど、何にも公になってない。ね。けどそのね、ああいうね、レンタルしたとしたかで、Nボックスでも結構すると思いますよ。なんぼするんか知らんけどね、1日。
1日6000円とかするんかな、なんか7500円、何の車だか分からんけど、うん、ねえ、もし6000円としたかって、これ30日借りたら18万ですよ。ね。一人の議員で、そのね、そういう、政務活動費で車代で出るという、ね。他にも、ね、僕らもまあ、産業廃棄物やってたら、ね、風の、団地とかね、そういう外壁塗装とかも、そんなんも僕らも知ってるんやけどね。あなたもええ加減な見積もりは思いますわ、できるで。やろう思ったらできるんちゃうかな、議員がバックに乗ったら、うん。まあそういうね、お金、無駄なお金をね、なくして、ね、まあ、愛護センターなんかでも、この前言うてはったように、150匹のね、犬が毎年ね、殺処分されてるという実態なんですよ。羽引きので500匹かな。まあ、一番その、堺のね愛護センターで例えたうちは50匹でね餌代がね多分5万円ぐらいなんですよ。な150匹の猫をねまあ殺処分せんとしたかでね1ヶ月見たとしたかで15万、たったねその政務活動員で使われてる車、議員の車、無駄な車ね18万円だかな、それだけでもその猫たちを救えるかもわからないというね。まあ、何を言いたいか言うとね、僕はいっぺんね、そういう無駄なお金、政治家で、ブラでもね、悪ということをしとる政治家を、やっぱり叩いてくれるね、高井田さんみたいな人をね、応援してね、ね、それで、まあそういう無駄なお金に、まあちょっとでも、そういう猫たちの方にも使ってもらえるようなことができ、してもらえたらなと思うんですよ。まあその人も殺処分ゼロを歌ってる中で、ほな、そんなお金で、まあ言うたら、一回ね、保護して、それで、そういう猫たちをね、ほんまドリームボックスで言うてるね、愛護センターをね、ほんまのドリームボックスにできたらええんじゃないかな、思う。いっぺんね、それで野良猫をね、ゼロにして、それでこれから餌やる人とか掘る人を見つけたら罰金制にしてね、ほんまに、きついような罰金制にして、それでいっぺんそういう野良猫らをね、10年だれ、まあやらんようにましたかね、10年間そういうね、その150匹の餌代かかるかもわからん手術もして、ね、そういうお金がその無駄な税金から流れてしたらものすごいいい世の中になる、日本もいい世の中になるんじゃないかなと僕は思ったりするんですよ。ほんまに悪いことしてるような議員やったら何億も儲けてるような人おると思います、裏で。実際はやろう思ったらできると思いますわ、ほんまに。まあ隠されてるだけでね、そういう隠されてる実態をね、今回高井田さんはね、こなして自分の実費かと思うんですよ。それで YouTube の広告収入だけでね、そういうことをね、されてるという素晴らしい方だと思いますよ、僕は。だからね、この人ね、やっぱり、特に大阪のに住んでる方なんか、やっぱりね、維新と思ってるからの、維新のね、その、内容も見てもらったら分かると思うけど、実際は政務活動費使ってんまくってんかいと、ほんまに無駄なお金をね、そんなことで掘ってるようなもんで、自分のためにやってるような議員ばっかりだね、結局。そんな人らにね、僕はほんまにね、やっぱり聞いたかってそういう人らばっかり、人だからほんまにボランティアでやるような政治家いてないでしょ。そんな人がおるんやったら僕がでね、選挙行きます。やってることがちゃうからね、ブリーダー、まあ、猫に例えたら、僕で言うたら、ブリーダー言うたら猫を金儲けにするような人たちでしょ。はっきり言って自分のために。猫のためじゃないからね。自分のために金儲けをする人やからね、ブリーダー言うのは。けど猫活動してはる人やったら、ボランティアでやってる人が大半でしょ。その違いですよ。だから政治家なんかほんまに、ほとんどがそういうブリーダーや思いますわ。はっきり言うて。だから、ほんまに今回ね、熱く、僕政治の方にほんまに応援したいな思ったのがね、高井田さん、皆さんもほんま見立ってください。高井田さんの動画全部見立ってください。その中でね、僕の言うてることが分かってもらえたらええなと思うんだけど ね、だからそういう僕にね広告収入つけて皆さん応援してくれたように、僕も
あの高平さん応援して、あの広告収、広告収入をもっとね、あの増やせるようにしたいなと思ってるんですよ。その中でもっとね、やっぱり活動してもらいたいなというのもおるし、やっぱり今後選挙もね、あの当選してもらえて、そういうあの素晴らしい世の中にしてもらえたらなと思います。そういう人は絶対ね、やっぱりあの国を変えてくれんじゃないかなと思います。僕は初めて政治でこの人や思うような人なんかあの出会えたかなと、うん、まあだからほんまに殺処分ゼロをね、やっぱりね、このまましたかってぐじゅ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 何も動かん中でね、それでまあ、あの愛護センターのね、ああいうのもほんまのね、ドリーム、あのドリームボックスにしてね、その猫たち一遍収容、あんなもうね、殺処分するような機会なんかいらないですやん、はっきり言うてね。そんなんほんまになくして一旦ね、野良猫をこのあのまあ大阪だ大阪ね、みんなあのそういう議員さんおったら一番ええけど、そういうのをね、やっぱりちょっとでもね増やしてね、あの野良猫をね一旦ゼロにできるようなあのことにしていかんと、やっぱり税金がない、あの使われんからね。ほな使われんことをしてるのはこういうやつだよいうことですわ、はっきり言うて。無駄にほんまに目にもうわからんとこでそういうことばっかりしてる議員ばっかりやから、ほんまにボランティアでやるいうような議員誰もいてないでしょ、はっきり言うて。そこですよ。だからほんまにね、そういう人らが今の議員なんか、はっきり言うて自分のために儲けるブリーダーと一緒ですよ、はっきり言うて。僕はそう思ってるからね、はっきり言うて。これまあまあアンチ来るんやと来てもええけど、僕は自分なりにいろいろね、あの見て自分に、ね、で思ったことやからね。だから高平さんのやってることに反論なんか一個も要せんからね、はっきり言うて。できないと思います、あそこまで調べてやってはるような人やったら。まあその動画もね、あの見てもうたら分かると思います。全部見たってください。ほんまにその、殺処分ゼロにね、あの、したいな思う人は見たってください。多分さ、そういう思わん人はね、まあまあ、そのほんまに何も考えてはれへん。ただ、ね、生きてはるだけの人やな、思いますわ。ほんまに。口は悪いけど。うん。やっぱりね、ほんまに飼えたいな、野良猫、この、YouTube でもね、猫動画で見て、来はる人、そのね、虐待するようなやつもおるけど、中にはね、そんなやつもね、もっとね罪をね重くしてね、もうもっと世の中を変えるようにせんとね、やっぱり野良猫、まあ野良猫、そういう人らでもやっぱりね、猫の、ね、被害を受けてそういう人もおる中で、やっぱり一番方法は野良猫をやっぱりなくすいう方向で。していかんと、掘る人間もね、やっぱり罰則、その掘る捨てるいう人間が一番悪いから、ああいうのはねもう徹底的にね、もう罪を重くしてね、うん、そうせんとまた同じことの税金の無駄な税金を作る人たちやからね、うん、まあ使うのね、税金の結局そうでしょ。道路に引かれてるのでもそうですよ。野良猫道路に引かれてたらいろんなことでね、やっぱりあれある思いますよ。やっぱりその野良猫をね、死んだ野良猫をね、片付けはる人、ね、電話したら、その中でその危ない思いで、ね、それで事故して命を落とした人もおると思うし、ね、事故それな命を落とさんでも事故して、ね、人生をね、が変わってもうたっていう人もおる中で、やっぱりね、そういうことでもちょっとでもね、なくすためには一歩、ね、やっぱ踏み出すには僕はこれしかないよ。政治家腐った政治家をね、やっぱりもうやめてもうたらええと思いますわ、ほんまに、うん、それかもうね、そういう、ね、悪さばっかりしてる政治家はね、もう捕まったらええんですよ、はっきり言って。それをね、やっぱり話してね、高平さんの話も実費でね、いろいろやってくれてはるんやからね、うん、それはね、やっぱり、うん、応援したいなと思います。まあそのほんまにどう皆さんはどう思われるか知らんけど、その動画、高平さんの動画、まあ、センチュリーでもっても出てくんかな、うん、まあ、そういうことがね、あの人の動画見てね、分かったことやからね、僕も、あ、こんなことがあるんやと、こんな無駄があるんやと、うん、だからほんまにね、泉大津でのそのあれでもね、子供 の持ってるね、人だけが使えるようなね、だけの人が使えるようなね、ものすごい無駄な5000万かけてなんか作ったいうのもね、うん、平等なあれじゃないからね、おかしいっすわ、ほんま。ね。
まあ、そういうことをね、いろんなことをね、掘っていってはる人だから、ほんま面白いでございます。皆さんほんまフォローはしてこうなってね、フォローしてね、応援したってくださいね。まあそんな感じでね、ほんま腐ったね大阪をね、僕はねちょっとでもね、 あの人まあいっぺんね、岸和田に住んである人やからね、僕も知り合いおるんでね、その人のつてで、僕の思いを伝えて、これからね応援していきたいなと思いますね。それでちょっとでもね、野良猫のね、殺処分ゼロを歌ってある人やから、ゼロになったらいいかなとね。まあそんな感じで熱く今日ね朝から語ってます。はい、以上です。ありがとうございます。